松見信夫は日本の投資家。シュローダー系のファンドから独立して MKS パートナーズを設立し、日本におけるアメリカ流の投資ファンドビジネスの先駆けとして知られた。東京都出身。1971年東京工業、大学工学部卒業。1973年東京工業、大学大学院社会、工学専攻修士課程修了。 トヨタ自動車販売入社後、1977年、ノースウェスタン大学経営大学院修士、家庭修了。外資系投資会社取締役を経て、1982年、アメリカ合衆国系のベンチャーキャピタルである、パシフィックテクノロジーベンチャーズを創設。同社代表取締役に就任し、次来日本におけるアメリカ合衆国型のベンチャーキャピタルの先駆けとして知られた。 1985年には、シュローダーと交弁で、シュローダー PTV パートナーズを設立し、同社代表取締役就任。2002年バイアウトにより独立し、シュローダーベンチャーズを MKS コンサルティングに改祖し、同社代表取締役社長就任。同年 MKS パートナーズ設立、代表取締役社長、CEO 就任。 2000年カルチワ・コンビニエンス・クラブ取締役。2003年福助取締役会長。2005年産経取締役会長。2006年産経ホールディングス代表取締役。2007年ドアワークス取締役会長。東京工業大学ローバルリーダー教育員特任、教授なども務めた。運営した MKS パートナーズは、アドバンテッジパートナーズや、 ユニゾンキャピタルと並ぶ、ご参加と称され、クラシエホールディングスや福助、ラオックスなどを保有していたが、リーマンショックの起きた2008年に解散した。ありがとうございます。